bread with the muggles. They said I wouldn't make it, now they looking puzzled. They said I wouldn't take it, how to go and hustle. Get the bag, it ain't never getting fumbled. In the jack, but we came up from the bottom. Through the cracks of the light pour in. Have a blast, got the drinks pour in. Take a risk like it's a short thing. Going in, yeah, I'm going all in. Getting food out, yeah, you can bring your friends. はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、久しぶりにメイク動画を撮ってみました。このメイクは前にインスタで上げたメイクなんですけど、結構まあ好評だったので、今日はそれを動画にしようかなと思って、こんな感じでやってみました。結構こういうメイク最近海外で多くて、 3P アイメイクっていうんですけど、目尻のラインから下目尻までつなげちゃうっていう、こうどっちかっていうと下まぶたに重きを置いたメイクっていうのかな。ちょっとこう眠そうな、なんか気だるそうな感じのメイクっていうのが結構流行っていて、まあそんな感じのイメージも持ちつつメイクしてみました。結構スモーキーなメイクで、私もこのメイクをした日、実際に女子会をねした日だったりしたんですけど、女子受けするような感じのメイクかなっていう風に思うので、そういった時とかにぜひ皆さんもやってみていただけたら嬉しいです。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、それではメイクしていきます。今回はこちらのグレーのカラコンを使っていきたいと思います。じゃあまず下地がこちらのてるてるの下地を使っていくんですけど、これ結構こういった感じでとろみがあって、で伸びがとても良くて、肌のトーンも明るくなるし、で乾燥とかもあんまり私は感じなかったので、この下地を最近よく使ってます。結構薄付きな感じではあるんですけど、それが逆にナチュラルで良くて、もうこれ1個で終わらせちゃうこともあるぐらい最近気に入ってずっと使ってる下地です。私ベースメイクは結構ナチュラルな感じが好きだったりするので、もう本当にこの下地とコンシーラーだけで済ましちゃうことが多いです。気になるところだけカバーして、あとはもう本当ナチュラルみたいな感じのベースメイクを最近よくしてます。仕上がりこんな感じです。そしたら続いてアイシャドウに移っていくんですけど、こちらのアイシャドウパレットを使っていきます。トゥーフェイスドのクリスマスコフェかな、クリスマスコレクションで、パレットが3つセットになってるやつで、その中の1つのこのパレットを使っていくんですけど、まず一番明るいカラーを取って、これを上下まぶた塗っていきます。今回はそのラインが結構主役になってくるので、ベースのアイシャドウは本当にもうこれだけシンプルに1色だけでやっていきます。でも早速ブラックのアイシャドウを使っていくんですが、その下まぶたの自分の目尻のラインに沿うような感じで、上のラインを描いていきたいと思います。まずガイドラインみたいな感じでポンとアイシャドウを乗せてから、そっからだんだん広げていく感じ、結構太めに広げていっちゃって大丈夫です。もう二重幅ぐらいまで太くどんどんとぼかしていきます。でそのまま下まぶたにつなげていく感じ、目尻のラインからそのまま下まぶたまでつなげていくような感じで、これは自分のお好みでいいと思うんですけど、私はまあ黒目のあたりぐらいまでかな引いていきます。そしたら続いてペンシルのアイライナーを使っていきます。アイシャドウだけでもいいんですけど、ちょっとボケすぎちゃうかなと思ったので、このペンシルのねアイラインで今描いたアイシャドウをなぞっていくような感じで引いていきます。私的にはここはリキッドじゃなくてペンシルとかを使った方がいい感じにこうアイシャドウっぽいボケ方をしてくれると思うので、どっちかって言うとペンシルの方がいいかなと思います。でこの目頭のあたりも粘膜を引いていくような感じで目力をねつけていきます。で下まぶたも目尻のラインをねなぞるような感じで引いていきます。こうすると結構くっきりするので、より印象の強い目元になると思います。そしたら続いてこちら使っていくんですけど、これがね白のアイラインになってて、この感じで筆がついてるんですけど、ちょっとこの液を取ってあげて、で毛先もね若干平らにしておくと描きやすいかなと思うんですけど、この目尻の粘膜のところ、これほんとちょっと気をつけてほしいんですけど、描くとき誤ってね目にガッて入っちゃったりとかするので、ちょっと気をつけていただきながら黒目の外側ぐらいまでかな引いていきます。これをすることでね結構目が大きく見えたりとか、で釣り目の方とかはちょっと目が下がって見えるので、そういったコンプレックス解消のメイクとかにも使えそうだなって思います。ハイライトをチップに取って目頭に入れていきます。これはね抜け感が出るので、どんなメイクの時でも結構やったりするかな。でマスカラ下地を塗っていきます。で私最近ねこのマスカラいろんなの使ってみて、一番なんかこうボリューム出るの何かなって思った時に、この組み合わせがめっちゃ良かったんですよ。まずマックのこのマスカラ下地で上下ともしっかり塗っていくんですけど、このねマスカラ下地が結構ボリュームが出やすいので、ボリューム感欲しいって方はぜひ使ってみてほしいんですけど、で使っていくマスカラがこちらのトゥーフェイスドのマスカラなんですけど、これ本当にもうボリュームめちゃめちゃ出ます本当にすごい。長さってあるから多分ボリューム感の方が出やすいかなっていう気がするんですけど、この組み合わせマジでね、まつりギャンギャンになりますね。
本当にすごい。でこのマスカラ自体もブラックなのですごく存在感が出て目力もめちゃくちゃ出ますね。でもボリュームタイプっていうのもあってなんかこう太くしてくれる感じがあって、ロングタイプのものとかって結構繊維がねついちゃったりとかしてこうダマになりやすい感じがあると思うんですけど、このマスカラどっちかっていうとボリューム系のマスカラかなと思うのでダマにもねなりにくいかなって思いました。まつげ一本一本を太くしてくれるイメージかなだったので、そこも私的には気に入ってます。こんな感じでやばくないですか？すごいこのまつげ。そしたら続いてこちらメイベリンのこれカラーアイライナーなんですけど、最近出たやつでこのねちょっとオレンジブラウンっぽい赤みの入ったブラウン系のカラーを使っていくんですが、これを眉毛に使っていきます。最近私髪の毛をちょっと暗めにしまして、でも若干赤みが残ったブラウンにしてもらったので、このアイライナーでまずちょっと毛を一本一本描き足すような感じで眉毛を描いていきます。でその後ちゃんとこのパウダーでぼかしていってあげます。やっぱりアイラインだけだとちょっと描いてる感が強く出ちゃうかなと思ったので、ちょっと薄めのこのパウダー、これアイシャドウなんですけど、このカラーが結構私の髪色にマッチしてるなって思ったのでこれを使っていきます。眉毛は自分の好きな形でいいんですけど、私はゆるく上がっていくような感じの眉毛を今回は作ってみました。このクールなメイクにもねぴったりかなと思います。で眉マスカラをしていきます。私は眉毛は薄い方が自分の顔的にマッチするなって思ってるので、結構どんなメイクの時も眉マスカラはやったりするかな。本当に眉マスカラするだけで全然変わったりするので、なんか眉メイク悩んでるっていう方とかはぜひ使ってみてください。でさっきのアイシャドウに戻りまして、こちらの濃いブラウンを使っていくんですけど、これをねノーズシャドウとして使っていっちゃおうと思います。ただこのアイシャドウは結構濃いカラーなので、ちょっと気をつけながらちゃんとブレンディングして動かしていきながら徐々にノーズシャドウを描いていきたいと思います。最近さ、なんかノーズシャドウの動画がよく回ってくるんですよ。こう斜めにあえて描いてそのままブレンディングしたら本当に鼻筋曲がって見えるみたいなのを見た時に、あ、やっぱりノーズシャドウって大事なんだと思って、最近ちょっと慎重に描くようになりましたね。私もともとの鼻筋がちょっと曲がってるので、いつもね完成してみて、あれ鼻の毛曲がってんなみたいな感じになっちゃうんですよ本当に。まあでもその動画を見てからノーズシャドウ次第でまっすぐにもちゃんと見えるんだって思ってから、結構まっすぐ鼻筋を入れるように心がけてます。でもこれがね本当難しいんですけどね、慣れるまで頑張って練習しつつやっていきます。で同じカラーでこのフェイスの方のシェーディングもやっていっちゃいます。頬骨のところとフェイスラインのところがっつりと今回は入れていきました。で同じパレットのチークを取りまして、でこれちょっと結構濃いめについちゃうので、ブラシに取ったのを一回ちょっと叩いてあげてからつけていきます。それでも結構ねついてくれてるの分かると思うんですけど、これを頬にね塗っていきます。あとこの鼻にも私はちょっとかけて塗るのが好きなので、そこにもね入れていきます。そしたら先ほど使ったハイライトを取りまして、この鼻の頂点のところてっぺんと、あと C ゾーンですね、この頬骨から眉下のところの C ゾーンにも入れてあげて、あとこの鼻筋のところもちょっと入れて、あとは顎と上唇に入れていきます。そしたら最後リップなんですけど、リップこちらのカラーを使っていきたいと思います。このストーリーオブホームっていうカラーめっちゃ可愛いです。結構ヌーディーなカラーではあるんですけど、血色感も割としっかりと出してくれつつ、ちょっとブラウン感もあって、本当にちょうどいい可愛いカラーで結構気に入って使ってます。ということでこんな感じでメイク完成です。はい、ということでこんな感じでメイク完成いたしました。いかがでしょうか。私このメイクすごく好きなんですけど、今回グレーのカラコンを使ったんですね。もうちょっとねこういった感じでインスタに上げた時はブラウンのカラコンだったんですけど、今日はちょっとグレーにしてみました。グレーでもすごく可愛くて、でまあグレーだとアイシャドウとかはブラックの方が私的にはマッチするかなと思ったので、今回ブラック使ってるんですけど、インスタに上げた時のメイクはブラウンのカラコンだったので、結構こう深めのブラウンのアイシャドウを使用してましたね。まあ、なので同じこのパレットで行くと、まあ、ここら辺だったりとか、ここら辺とか、みんながいつも使ってるアイシャドウパレットの一番濃いブラウンとかでも全然このメイクできると思うので、こういったカラコンの色に合わせて変えるのもいいと思うし、肌に合う色とかっていうのもあると思うので、もう自分の好きな、とにかくまあ濃いめのアイシャドウを使ってやっていくといい感じにできるかなって思います。使うアイテムとかはすごくシンプルなんですけど、ちょっと癖のあるメイクができるかなと思うので、ぜひみんなもチャレンジしてみてほしいです。で、あと一番のポイントと
といったらやっぱりこの目尻の白いラインなんですけど、このラインを入れることで目も大きく見えるし抜け感が出るので重すぎない、こういった黒のアイシャドウとか濃いめのアイシャドウをがっつり塗っていっても暗くなりすぎない、重すぎずにメイクができるかなと思うので、ここも結構ポイントかな。まあ、でもこれはなくても大丈夫で、なくてもいいんですけど、入れると白目が綺麗に見えたりとかポイントになって可愛いかなと思うので今回は入れてみました。で、私はまあ今回ヌーディー系のリップを使ってるんですけど、もう本当にがっつり決めたいっていう時はこれに濃いリップとかをあえて塗ってあげても可愛いと思います。ただデイリー使いするっていう風になるんだったらこういったヌーディーなリップを使ってあげて目元とのバランスを取ってあげるっていうのもこのメイクしやすくなるポイントかなっていう風にも思うので、コスメって本当無限にあると思うから自分の好きな組み合わせとかを見つけてみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はこんな感じで、インスタで好評だったのでちょっとスモーキーな女子受けの良さそうなメイクアップをしてみました。意外と単純なメイクだったと思うので、ぜひぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。